極性除問題です。困ったことに私には持ち合わせのお金がないという文章ですね。あの極性除問題で和訳がついているときっていうのは、これがヒントになることもありますし、逆にあのこれに惑わされてしまってどういう英文を作ればいいのかが分かんなくなっちゃうっていう、まあ、プラスの面とマイナスの面両方あるんですね。今回はプラスの面がすごく大きな説問なんですよ。 それはなぜかというと、この困ったことにという部分ね。これを見た瞬間に、ここでイディオムをパッと組み上げることができたかどうか。まあ、ここはそういう意味では、あの、語彙力の勝負になった問題だったかなと思います。で、これが1点ね。で、もう1点は、これはね、あの、和訳がついている極成上問題では全てに共通しますが、あの、大事なことは何かっていうと、まず、あの、文全体の主語を、この、あの、和訳の文章から予測すること。 で今回だったら、もうこれ私しかないんだよね。私にはってなってますから、まあ私が主語だろうなと。で、動詞はって言われると今回ないなんですよ。ってなった時に、えー、どうしようかってなるんですが、実はこれ選択肢見ると、私って h a ハブしかないんですよね。ってなった時に、私には持ち合わせのお金がないだったら、もうとりあえず h a ハブで、まあここで h a ハブでしょ。っていうことは、これ、 あのお金がないだから要はお金を持っていないって訳するんですよね。となった時にじゃあ目的語になりそうなものなんだろうかって考えたら名詞しか無理ですよね。ってなってきたらトラブルかノーマネーかなんですが私にはお金がないだからあ、I have no money でいけるなってことで、まあ、ここですっとつなぐと。これはもうここの、えー、私には持ち合わせのお金がないっていうのを見た時に I have no money で終わっちゃうんですね逆に言うと。 で残ったやつはなんだってことになるんです。ザが残ってイーズが残ってトラブルが残ってザットが残っている。でここで先ほど言ったこの困ったことにという表現でこいつらの使い道が見えましたかってことなんですよ。こいつらの使い道が見えていたならばここではいザートラブルイズ ザッと S.V. っていう塊が見えたはずなんですね。実はこれで困ったことに S.V. なんだってことで、The trouble is that I have no money with me という形で答えが完成ということになります。で、まあこのようなですね、もうイディオムとしてしっかり知っておいた方がいいですよという表現として代表的なものをまあここにずらっと挙げておきました。 あの必要だったら一時停止をしてねあのこれメモしてもらったらいいと思いますが共通点はいずれもあのザット説あの接続詞のザット名詞の塊を導く文を名詞の塊に変えてしまうザットというのが全てに使われているというところが共通点の公文になっていますこれね全部ザットのところがあのこっから後ろが名詞の塊なんですね で、一応直訳的には SVC の第二文型になっているんですが、まあ、ちょうどこのザット説の手前のところをなんか福祉っぽく日本語だったら訳してあげるといいですよということで、まあ、今回のザトラボ l っていうのは下から二つ目ですね。ここの構造になってますが困ったことに。というふうに訳してあげるといいですよと。でも根っことしたこれ第二文型の構造でザット説。 名詞の塊を導く接続詞「ZAT」が使われているということも併せて注意しておいてください。